こちらは、コソメツケ、ミミツキ、コウロですね。ホヤはね、重みがあります。純銀の刻印はないですけど、銀だと思います。はい、こちらがコウロ。虫食いがあってね。中はこのような感じで。絵がね、なんかちょっと西洋的な感じもするんですよね。メルヘンチックな。そこはこんな感じですね。耳はね、獅子でしょうね。獅子の顔にな、獣面になっております。これも私的には時代のあるものだと思ってるんですが、コソメツケとなると、明末期ってことですね。それで大丈夫なんじゃないかなとは思っているんです。でもね、本格オークションで見てもらって、ダメだと言われればね、素直に引っ込めますけどね。まあ、100% の自信はないですね。この箱がね、黒炭で作られてるようですね。この品物にぴったりで、あつらえられておりますので、大変良いものだと思ってね、あつらえたんだと思います。なので、本格オークションにね、出せれば嬉しいんですけど、こちらの購入原価は 44,926 円です。これはね、随分前ですね。もう10年以上前に買ったんですけどね。なぜかね、本格オークションの方には出してなかったんですよね。5万、8万とか。評価額がつけば嬉しいですけどね。成り行き1万円スタートと言われても出品しようかなとは思っております。それじゃあ頑張ってきてね。